さか本当に。ランビー、いや、カサンドラだ。そっちは？あんたの敵だ。ランビーとやらは斧が得意なのか？あんたよりはるかにな。まあ槍の方が好きだしな。そっちも好きな獲物は別だな。それをどこで手に入れた？よく喋るやつだ。話すべきことがあるんじゃないか。いいだろう、仕方ない。で、我が敵よ、名はあるんだろ？エイボルだ。あんたは隠れし者か？少し違う。だが彼らの使命は評価してる。まともに話す気がないならもう一度やるか。私は隠れし者じゃないが、組織の友はいる。彼らと目的を同じくすることも多い。お前もそうなんだろ？まあな、確かに友はいる。それに目的には合意できる部分もある。思った以上に共通点がありそうだな。ここにいる理由をまだ聞いてないぞ。遠くから来たんだろう。どこからだ？長い間旅をしてきた。しばらく寄り所を持ってない。故郷はギリシアだ。以前はな、古代の秘宝を探してここに来た。それがこの島に問題を引き起こしてる。悪夢のことか。預言者の話だと、この島の七で出会ったものこそが元凶らしいぞ。その預言者、私をランビーとやらと勘違いしたんだろ？調子が悪いんじゃないか？この死体の山とは無関係だと言いたいんだな？こいつらが眠れずにおかしくなって殺し合うのなら見た。私は惨劇の元凶である秘宝を探してるんだ。いつもならすぐ見つけ出せるんだが、この霧のせいでそうもいかなくてな。ほとんど無理だ。あっさり呪いに邪魔されてるくせに、どうやって夢と精霊の世界に立ち向かう気だ？呪い？この地の秘密をよく知ってるようだな。それなら、何か聞こえたのか？あ、いや。なあ、提案なんだが、ここは協力し合わないか？なぜそんなことを考える？鈍いな。
そっちは悪夢を止めたい。こっちは元凶の秘宝が欲しい。一緒に霧を払えば簡単だ。妙な出会いをしたってのに、元凶はあんたじゃないと信じろと。ああ、私は悪夢を止めに来た。では協力しよう。今はな。ここで力を貸してくれ。ああ、任せろ。強いんだな。ああ、さっきの戦いでも俺があんたを追い詰めた。自尊心も相当か。トロルの魔法め。いいぞ、呪いが薄れていく。秘宝もこれで見つけやすくなるだろう。お前を連れてきて正解だった。ほとんど俺のおかげだろう。まったく勘に触る奴だな。こんなに狭い場所に長居してもいいことはない。出口を探そう。なんだ、オーディンのために。眠れなくておかしくなってる。私が見た墓場で殺し合いをしてた奴らと同じだ。それならやられる前にやるとしよう。非常だな。だがそうしてきた。お前は誤った神の地に踏み込んだ。追い出しろ。やはりあんたに言ってるみたいだぞ。ああ、実は仲良しなんだ。戦ってる時話しかけられてたのはあんただよな。私が探す秘宝は奇妙な現象を引き起こす。霧が消えた今なら簡単に見つかるだろう。よそ者じゃここは調べきれない。うん、案内を買って出てくれるのか。そうは言ってない。力を貸すにはもっと情報がいる。例えば探してる秘宝ってのは。知らない方がいいぞ。あんたにとってはそうだろうが、信用してほしいんだろう。強大な力を持つ秘宝、それを残したのは古き神々だ。今この島にある世界すら滅ぼせる代物だ。その秘宝がもたらす呪いだかの影響を我々が受けてないわけは。説明は難しいが、この手のものから受ける影響は人によって異なる。多くは秘宝によって堕落するんだ。私たちはきっと似た力を持ってる。だが悪夢を見ないからといって秘宝の力を侮るべきじゃない。その秘宝が遥か昔から存在してたのなら、なぜ今になって問題を起こし始めた。ロキの仕業とか。冗談はさておき、正直私にもわからない。秘宝は覚醒するものだ。誰かがいじったんだろう。なんであれ大勢が力に惹かれる。力は人を魅了する。どうやってアリカを見つけるつもりなんだ。それは任せろ。秘宝とはもう随分長い付き合いになるからな。探し出すコツは心得てる。邪気もなくなったし、もっと見つけやすくなるはずだ。ではグズグズしてられないな。次はどうする。霧も消えたことだし、秘宝のありかは簡単にわかるはずだ。ただその前に、私はもう一度教会を見物してくる。この地について学びたい。トフタで会おう。教会一つでこの地に詳しくなれるとは思わないが、まあいい。ではまた後で。
ずいぶん遅かったな。神々や悪夢の話でおじけづいたのかと思い始めてた。よく言う。で、秘宝探しの名人様は瞬く間に秘宝を見つけられたのか。まだだ。だがこの島を調べて次の一手が分かった。準備ができてるなら案内するぞ。では次の一手を始めよう。この二人旅にはうんざりしてきたところだ。長く隠され続けてきた秘宝を見つけるのなんて簡単だって聞こえるな。この手の秘宝に関わるようになって長いようだな。ああ、結構長い。石遊びに長けてそうな顔だ。よし、今すぐ取り掛かってくれ。私の家系にはない才能だな。お前誰の子だ？自分のことに集中しろ。スカイ島のようだが、いくつか印がつけられてるな。まさか、いや、もしかして地図か？そんな当たり前のこと言わなくていいだろう。で、どんな印だ？いくつか三角形がある。それとこの近くに×印だ。すぐ行こう。×印が目的の場所だ。何もないぞ。ここに立て。なぜ？まだ信じてないのか。お前だって早く済ませたいだろう。いいだろう。なぜわかった？経験の差だな。またか。神殿が奴らを引き寄せてる。すごい連中だ。トエマティステオティトスオキラスティスフレベスデアニケセアフタタメリミスティ。これは見たことがある。鍵となる欠片がいるんだ。それをこの台座に置けば開くだろう。待て、説明しろ。あの襲ってきた連中、あんたの国の言葉を使ってたのか？話さなかったか。秘宝は人を惑わす。カサンドラ。エイボル、私は敵じゃない。嘘をついてるだろう。わかるぞ。ここに来てからずっと協力しかしてないんだがな。最初の奴らはあんたを知ってた。今度はあんたの言葉を話した。あまり俺をバカにするなよ。
ああ、可能性の話だが、私がスカイ島に来たことで秘宝の力が呼び覚まされたかもしれない。だが確証はない。もしそうなら、なおさら私が秘宝を回収しなくては。いや、やはり立ち去るべきだ。秘宝は俺が回収する。もうたくさんだ。あんたは信用できない。状況を理解してないな。私の助けが必要だ。やるべきことなら分かってる。それに奴らがあんたを追ってる以上、一人でやる方が効率がいい。頼む、エイボル。秘宝の力はお前がこれまでに見たこともないようなものだ。俺に扱えない力などない。それに俺なら、あんたよりその武器をうまく使いこなせるぞ。なあ、そうか。いい加減うんざりだ、この分からずやめ。お前は身の程知らずだ。いつかそれがあだになるぞ。かけらをすべて見つけなければ扉は開かない。早く探しに行こう。場所がスカイ島にあるなんて誰が想像できる。気を抜くな、まだ来るぞ。一人でも楽勝だった。楽勝？もう少しでやられるところだったくせに。自分の身は守る。認めるんだな。寂しかったろ。もう一度言う。したのは間違いだ。真っ二つにしてやる。まあ私がいると少しややこしくなるが。襲われてるのはあんたのせいなんだぞ。分かってる、分かってるよ。こいつらを片付けてから話をしよう。私の存在が秘宝を目覚めさせるってことは言うべきだった。すまない、私がいることで秘宝にたどり着くのも難しくなる。難しくなる。あんたのせいで殺されかけた。その通りだ。だが信じてくれ、秘宝にたどり着けば私の助けが必要になる。あれに比べたらこいつらなんて何でもない。一緒にいるしかないってことか。ああ、すぐ仲良くなれるさ。前にも見た仕掛けだな。光は私が何とかするから、扉のそばの皿に光線を当ててくれ。よし、開いた。ようやくか。変わった壺やら武器があるな。私の国のものだ。それがなぜここに？秘宝はまやかしを生み出す。あんたも近くにいるしな。個性的な仮面だ。モントの顔からいくつも引き剥がしたっけな。まやかしだと分かってても、ここにあるのは私の故郷。私に故郷はもうない。
いべ。認めろ、いい相棒だったろ。まあ悪くはなかったかもな。扱いにくいやつだが少しは褒めろ。最後に誰かと協力したのはもう思い出せない。寂しいな。ああ、そういう時もある。だが私の道だ。さてそろそろ行かないと。私は一つの場所に長くとどまるべきじゃない。協力に感謝する。待て、ノース人は勝利を祝うものだ。それに最後はあんたに助けられたことだし、ちょっと一杯やってかないか。いや、それは大勢に姿を見られるのはあまりいいことじゃない。飲めばあんたのことなんて皆忘れる。まあそういうことなら。羽目を外しすぎると翌朝頭痛で死ぬがな。キルトラグレンのロングハウスで会おう。ではそこで。来たな、飲みに行くか。よし、行くぞ。どうした？人がたくさんいる。宴に参加するのは久しぶりなんだ。で、緊張してる。一人で行くわけじゃないんだ。俺がついてる。ああ、そうだな。中に入ろう。さて、そろそろ飲みたいが、あんたは？一度蜜酒を飲んでみたかった。マルコスのワインで熱いわけない。エイボル、一つ飲み比べをしよう。どっちが真のノース人か試してみるのはどうだ？構わんが、どうなっても知らんぞ。
飲み干したぞ。私の方がより良いノース人だな。認めてやる。大したもんだ。こんなに酔っ払ったのは千年ぶりだ。千年だって？一体何のことだ。気にするな。つい口が滑った。マラッカ。メルカ。グデングデンだな。意味不明なこと言ってるぞ。いや、ギリシアの悪態だ。いいか、マラッカ。マラッカ、マラッカ、マラッカ。マラッカ、そうだ、覚えたな。では、今度はこっちが。花嫁と花婿の到着だ。結婚式だったのか。てっきり島を窮地から救った功績を称えられてるんだと。よし、宴に加わろうじゃないか。ああ、英雄たちよ、島も結婚式も救ってくれた。主に俺の功績だがな。まあいい。二人に乾杯の温度を取ってもらえると嬉しいんだけど。知り合ったばかりだろう。何を言えばいい。君たちのおかげで特別な式になった。二人の物語を聞かせてくれないか。私は構わないが、お前はどうだ、エイボル。いいだろう。だがカサンドラ、我ら二人でやるとなれば盛り上がるものにしないとな。考えがあるのか。もちろん口論師だ。やったことないな。一応言っておくが、私は偉大な哲学者と知恵比べをしたこともあるんだぞ。ごたくはいい。見せてみろ。始まりは奇妙な出会い、頭めがけて飛ぶ斧、熾烈な手合い。いたのはエイボル、実に短気で尊大。今でこそ親愛だが、当初は敵対。二度の襲撃、塵まみれの古き神殿。エイボルは疑う我が信念だが、なんとかなだめすかしたノースの堅物。新たな我が友だが、あれど傑物。豪傑なるエイボル、追跡は私任せで進む。最後は勝利、悪夢消え去りスカイ島を救う。この歴史的な日、ご両人にもめでたき日。試練を乗り切り、これから愛であふれる旅路。素晴らしかったわ。おかげで今夜は忘れられない夜になった。
こんなに注目を浴びたのは久しぶりだ。気分は妙に懐かしい気分だ。誘ってくれてありがとう。礼なんて。いや、本当に感謝してる。私には必要なことだった。思うよりずっと。せっかくの晴れ舞台だ。あの間抜けを追い出さないか。間抜け？マラカ野郎だ。その通り。助けたのは二度目だがな。いつものことだ。エディト、式のために来たのか。見逃すわけないわ。花嫁はいとこよ。それはそうと、お礼を言わせて。私の仲間を救ってくれたのね。でなきゃ宴なんて開けないし。俺だけの手柄じゃない、助力あってのことだ。あら、そうなの。きっかけはバルカの導きだった。彼女は正しかった。予言通り例のランビーって人とは縁を切ったわけ。いや、ランビーは島にいなかった。バルカも間違う時があるのね。まあ、友との別れなんてなくてよかった。忘れられない夜だったな。